まあ、こう結婚するとその一部分じゃないのでね、もう全部ですよ、生活全部です。うん。不倫解決のコツは笑うこと。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、不倫をされている奥様旦那様向けにどうやったら夫婦円満になれるのかということを中心にお伝えしていきたいと思います。今日ですね、もうやばすぎですよね。高村智也さんとそしての水戸アナが結婚しました。で、本当やばいと思うんですよね。まあ、男性の俳優さんの中で、やっぱりこの女性がね、中村智也さんを嫌いっていう人も今少ないと思うし、で、水戸アナもね、やっぱり嫌いっていう人っていないと思うんですよ。で、まあ、うちの娘もね、まあ、二十歳になる、二十歳の娘がいるんですが、まあ、中村智也さんが、結婚するんだってみたいなことを、なんか悲鳴のように言ってたわけなんですよね。まあ、私もね、この不倫問題と、解決のカウンセリングを11人もさせてもらってるんですけども、まあ、一応ね、この私の、まあ、不倫解決カウンセラー的に、まあ、中村智也さんと水戸アナがなぜみんなにこう祝福をされるのかっていうことを、まあ、分析をしたくなるわけですよ。うん。で、私的に感じるのは、やっぱ中村智也さんっていうのは、まあ、抜け感ですよね。抜け感のかっこよさ。で、私的にはね、もっとこうがたいがガーンってしてて、なんか俺は九州男児だねみたいな、昔で言うと、菅原文太とかちょっと古いですけど、菅原文太とか、ああいう人が結構好きだったりするんですが、まあ、でも中村智也さんの抜け感のあるかっこよさっていうのは、まあ、中年のね、私から見ても、まあ、かっこいいなと思います。なんか爽やかですよね。絶対こう、なんかの臭い匂いがしそうにないじゃないですか、中村智也さんって。なんかこう口臭が臭いとか、なんかこの辺が親父臭がするとか、なんかね、脇が臭いとか、そういったものが絶対なさそうなイメージが智也さんにあると思うんですね。で、あと水戸アナもまた抜け感のある、なんていうのかな、この透明感のある女性のイメージですよね。だから、まあ、中村智也さんにしても水戸アナにしても、まあ、好感度しかないんじゃないかなと思うんですよ。うん。で、まあ、先ほども言いましたけど、中村智也さんのことを嫌いという人もいないだろうし、まあ、少ないだろうし、水戸アナのことを嫌いっていう人も少ないと思うんですね。で、そこで今日は、どんな女性だったら夫がね、家に帰りたくなるのか、どんな女性が選ばれるのかっていうことを今日お伝えしていきたいと思います。なので、今日の動画を最後まで見ることで、まあ、不倫に狂っている夫さんがね、また妻のことを大切に思えるようになるヒントが、わかるんじゃないかなと思いますので、どうか最後まで見てくださいね。ということで、男性が妻に選ぶ確率が高い女性の特徴ということで、今日5つお伝えしていきたいと思います。まず1つ目、1つ目はやっぱりね、これ水戸アナ見たらわかると思うんですけども、まあ、やっぱ安心感のある女性ですよね。で、安心感のある女性ってどういう女性かっていうと、まあ、外見のイメージ的に言うと、まあ、言ったらこのふっくらとしたイメージですよね。こう水戸アナもなんかふっくらとちょっとこうぽっちゃり系じゃないですか。で、ぽっちゃり系な女性っていうのはやっぱりこう健康的に見られがちだと思うんですね。まあ、でもぽっちゃりでもちょっとブヨブヨたるんだぽっちゃりっていうのは不健康そうに見えるので、そこはご注意いただきたいと思うんですけども、まあ、水戸アナのイメージといえば、やっぱりよく食べて、よく眠りよく笑いで、少女のような表情でコロ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 表情を変えるというのが、まあ、特徴だと思うんですね。だから、まあ、水戸アナも、まあ、どっちかというと小動物で例えるとウサギ系じゃないかな。小動物系の女性っていうのは、まあ、嫌われることが少ないと思うんですね。どちらかというと好かれることの方が多かったりすると思うんですね。うん。だから小動物ってのはどういう動物かっていうと、まあ、私最近ハムスターが大好きなんですけども、うち猫2匹いるのでハムスター飼えなくてね、どうしようかなって、もうかれこれ1年ぐらい悩んでるんですけど、まあ、とにかくハムスターのような。で、ハムスターって可愛いじゃないですか。いつもこう、まって食べて、ここぷっくらうと袋まかして、で、遊んで寝てっていう繰り返しですよね。顔がぷくっとした女性ですね。だから前に、女老僧の話をしたと思うんですけども、こちらですね。女老僧の、まあ、女性っていうのは、どっちかというと小動物じゃないんですよね。
やっぱりこう女郎層の人たちはそれなりの幸せというのを取ることが多かったりしますよね。で、まあ、あと小動物で言えばミトアナもそうですけども、まあ、ウサギ系ですよね。お目目がパッチリしてて、とりあえずここがふっくらした女性っていうのは結構、好かれることが多かったりすると思います。まあ、私個人的には小動物で言うとミニブタって大好きなんですね。だからミトアナがミニブタっていうわけじゃないですよ。私がミニブタが大好きで、ミニブタをもう本当に本気で飼いたいと思ってるんだけども、うち猫が2匹いるのでちょっとそれは、ね、できない。あとこう子猫とか子犬とかちっちゃくて丸っこい女性っていうのはやっぱり安心感のある女性で、まあ、男性に好かれやすいっていうイメージがあります。はい、次2番目。2番目は家庭的なイメージのある女性。これはもうミトアナ もそうだと思うんですが、やっぱりこのお料理を上手そうとかお料理をしそうとかいう女性っていうのは嫌われにくいと思うんですね。まあ、好かれやすいと思うんですよ。でもちろんね、今の世の中女性が食事を作るっていうそういう時代ではなくなったと思うんですね。男性も食事を作るのが上手な方も多いですし、まあ女性がね家事を全般にやる時代ではなくなったと思うんですけども、でもやっぱりあの女性の方がこう食事を作って美味しい料理を出して旦那さんにこう笑顔で食べてもらうっていうイメージがまだまだ日本にもあると思う、世界的にもあると思うんですね。なのでやっぱりこの食事をきちんと作ってくれる、あと掃除洗濯などの家事をしっかりしてそうできそうな女性とかですね、やっぱそういう家庭的なイメージのある女性というものは、男性に選ばれる傾向にあると思います。だから不倫してる旦那さんが、まあ、外に求めてる女性っていうのはもう本当にあの家庭的な女性ってまあごくごく少なかったりするわけなんですよね。たまにいますよ。で本当は家庭的じゃないのに家庭的に売りをしている売りを出してる、まあね、あの不倫っていうものはあの時間のこの一部分だけを一生懸命やればいいのでね、不倫関係っていうのはね。だからそこだけこう家庭的なものをこう打ち出してるって女性はいますけども、まあこう結婚するとその一部分じゃないのでね、もう全部ですよ、生活全部です。なのでその中でやっぱりこのしっかりと、家事とか育児も含めてそうですね、もうしっかりしてくれる女性というものはやっぱりこう好かれるイメージがありますよね。あと、まあ、礼儀礼節ですよね。で結婚というものはやっぱりこの、旦那さんと私だけのもうこの問題ではないんですよね。家族と家族が結婚、まあ、こう丸く大きな輪ができるわけですから、自分の、母親とか父親とか、親戚とかいとことかとかいう付き合いを大切にしてくれそうな女性というものはやっぱりこう好かれるイメージがありますよね。まあ言うと貯金とか家計管理も任せても安心できそうな女性もやっぱり家庭的なイメージかなと思います。まあこれ全部ミトアナのねイメージだと思うんですよ。私もそう思います。ちなみに私はあの結構ねあの料理が大好きで、今日も朝からあのカレールーじゃなくてね、あのカレー粉と生姜とニンニクとウイスターソースとトマト缶入れてなんかもうカレーをいろいろ朝から作ってきたわけなんですけども、今もありますけどね、まあ、大好きなんですよ料理がね。はい、次3つ目は、清楚な女性ですね。これはね私もねあのお化粧がねどっちかといったら濃い方なんですけどまあお化粧が濃くて水商売的なイメージがなくて透明感のある女性っていうのはやっぱりこれ好かれますよね。だから綾瀬はるかさんとか本当あの SK-2 の宣伝なんかでもやっぱりこの透明感、あのすっぴんに出てますからね、すごいなと思いますよ。お化粧が濃くてその爪が長くてね、なんか長いネイルをしてる最近あの女性が増えてきたと思うんですよ。私もネイル、私あんまり爪長くするの嫌いなので、まあ、爪もちっちゃいしあまり長くしないんですけども、まあ、そのネイルのお姉さんとかの話をしてるとそういうこと言ってました。絶対この人って料理してないよなという長い爪をされる主婦が最近増えたそうなんですね。で、まあそのお姉さんもその長い爪の、外話会話をするらしいんですけども、お料理をやっぱりしてないそうです。はい、なのでやっぱり長い派手なネイルをしてる女性というのは家庭的ではないというかできないんですよ、お料理がね。あの私も爪伸びてきたらお肉を、まあ、刺身とかを切るときにね、あの短冊買ってきてこう切るときにこう爪が身に入っちゃうので、そういう食事をとりとも
食べたくないじゃないですか、爪の跡がついてる刺身なんてね、食べたくないと思うんですよ。だから、まあ、長い爪の派手なネイルをしてる、まあ、奇抜な色をしたりとかね、いうネイルをしてる女性というのは、まあ、それなりの男性、派手好きな男性で、派手好きな男性って、まあ、どちらかというとやっぱりその女性関係も派手だったりするし、浮気性だったりしますのでね、まあ、そういう男性を選びがち、そのそういう男性から選ばれてしまうっていうのが多かったりすると思います。なので、まあ、もしネイルをするんであれば、清楚なピンク系ですねをネイルをした方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、清楚な女性っていうのはやっぱりボディーラインが出る服ではなくて、まあ、揺れるお洋服を着てる、これね大事なんですよ。揺れるお洋服を着るってことなんですね。で、まあ、私もまあ普段はね、あのジーンズとか履きますけども、あのフレアワンピーであったり、こう体のね線がなかなか出ないようなワンピーであったり、あとはフレアスカートであったり、あのブラウスですね、ゆったり系のニットを着たりとかっていうのも、まあ、清楚な女性のイメージになるかなと思います。はい、次4番目、4番目は言葉遣いが綺麗な女性ですよね。もうこれはもう大事です。で、私もやっぱりもう福岡県の北九州市っていうダークな町にね、で育ったので、やっぱりこのちょっと言葉遣いが悪かったです。あと地域のせいじゃないと思うんですけども、悪かったりしますけども、まあ、まず第一番目の男言葉を使わないってことですね。で、言葉遣いが丁寧な女性というものはやっぱりこのイメージがね、綺麗清楚とか、女性らしいとかいうイメージをもう持たれがちだと思うんですよ。で、まあ、言葉遣いが綺麗な女性というのは、まあ、TPO はわきまえた会話ができそうなイメージがあると思うんですね。頭が悪い女性っていうのはやっぱり人を不快にする会話をね、やっぱりしてしまうことが多かったりします。で、やっぱ言葉遣いが丁寧で綺麗な女性っていうのはやっぱり誰が見てもあのイメージが良かったりするんですよね。うん、私もね、まあ、もともとまあこういう YouTube を撮って結構不倫問題とかね、この暗くなりがちなイメージの問題の、を、まあ、面白おかしく笑えるように皆さんにお伝えするのはこのチャンネルの私のコンセプトなので、一応、まあ、汚い言葉も時々使いますけども、もともと私も営業出身だったりしますので、まあ、言葉遣いはね結構綺麗にできる、しようと思えばできるんですよ。はい、できますからね。はいはい。ということで5番目、男の人を立てる女性ですね。これね、やっぱりね、あの最近はね、まあ、平成令和になってきて女性の社会進出っていうのは増えてきたと思うんですけども、あの社会進出して年収が高くなったとなったにしても、やっぱりその男性を立てる女性というものは好かれることが多かったりします。うん、で、あのこの男性を立てるというのは、あの水商売的なそのこびるようなキャバクラのお姉ちゃんみたいなね、こびるような女性ではなく、例えば銀座のママみたいな、まあ、銀座のホステスさんっていうのはね、男性を立てるっていうことに関してはすごくやっぱり素晴らしいと思うんですね。だから男性の立て方っていうものを、まあ、自然にね心遣いができる女性っていうのはやっぱり男性に好かれますよね。で、私このね、男性立てる女性も実は、結構当てはまったりするんですよね。まあ、ちょっと結婚21年もなりましたからね、だいぶそこもちょっとね、落ちてきたかなと思うんですが、もともと私九州の女なんで、男を立てるっていうところに関しては、まあ、うちの旦那もね昔言ってた、昔ですけどね言ってたんですけどね、私も最近ちょっとね旦那をダメ出しすることが多かったりするので、立てないといけないですね。はい、ということでいかがでしたか。女性はね、結婚してやっぱり子供を産むたびに強くなっていくと言いますけども、やっぱりその夫さんにね大切にされる女性になりたいものですよね。私も気をつけていきたいと思います。とにかく、このね好感度ナンバーワンの水戸アナと、あと中村智也さん、女性がねキャカーっていう中村智也さんのご結婚、本当におめでとうございます。この2人を見習ってやっぱり、いい家庭、いい夫婦になっていきたいなと私も思いますし、まあ、こういう女性になっていってほしいなと思います。ということで今日5つお伝えしました。1つ目が安心感のある女性、2つ目が家庭的なイメージのある女性、
3つ目が清楚な女性、4つ目が言葉遣いが綺麗な女性、5つ目が男を立てる女性ということでした。はい、ということで、今日の動画を見て、こういう女性も好きなんだけどなーというのがあれば、男性諸君のご意見をコメント欄に書いてください。そして今日の動画を見てよかったなと思ったらグッドボタン、そして川村陽子さんのチャンネルをまた見たいなと思ったらベル通知とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。2人を見習って私たち、夫婦問題も扱う、ん？違う違う違う。